三原元一、2月2日は、日本の海軍軍人。海兵55期。シナ事変において、陸上攻撃機部隊指揮官として歴戦し、被害のうちとともに、海軍立交隊の総壁と称される。太平洋戦争において戦死。戦死による一階級昇進で、最終階級は、海軍中佐。広島県出身。1927年3月。 海軍兵学校を卒業。同期生は120名で、航空関係に進んだ者に、鈴木武氏南郷茂将がいる。翌年10月、海軍少尉に任官。従順、過去の陸組等を経て、陸上攻撃機操縦員となる。高尾空時代に登場した、96式立九1937年7月の、露甲橋事件をきっかけに、日中両国は、 戦闘状態となり、海軍立候部隊は土曜爆撃を実施した。8月には、新田新一少佐が戦死したが、神殿は、三原が掲示した人物であった。木更津空大型攻撃機隊分隊長であった、三原は、9月に大航6機を率いて、チェジュ島へ進出する。すでに、96式陸上攻撃機が、実戦投入されており、大航は旧式になっていたが、 その搭載量2トンは96式立航の2倍であり、上海戦線の陸戦に協力することが期待されていたのである。9月30日、三原は大港6機を率いて、港湾鎮、南小鎮を爆撃した。対空砲火で機体に損傷を受けながらも連日、出撃を続け戦果を上げる。しかし、10月下旬、出撃準備中に整備員の過失が原因で火災が、 発生し、列船にあった肝も炎上、爆発する事故が起きた。三原は、木更津空南京派遣隊を引き、かの空と共同して、河中方面での作戦に従事。翌年3月、高尾空分隊長に転じた。三原は、立候隊12家を率いる分隊長として1ヶ月の間、猛訓練を重ねた。4月27日に、 復讐飛行場の爆撃に成功したのが初出撃で、高尾空は、湖南省、江西省、福建省、広東省に所在する中国軍飛行場を連日のよう爆撃した。7月9日、三原は南省飛行場陥落後に中国空軍の根拠地となっていた、神戸飛行場の爆撃に成功。攻撃耐久機は前期期間を果たし、全容が不明であった。 同飛行場の写真撮影に成功している。しかし神戸飛行場ではその後も戦力増強が続き、8月18日には13、空と共同で立交27機による再攻撃が実施された。この攻撃は96式艦上戦闘機の行動化の大距離を超えているため、立交部隊単独で実施され、中国軍戦闘機による迎撃を受けたが爆撃に成功。 三原は、その第一中隊長として高尾空の旧機を率いて参加している。被害農地。三原、被害は、司令を補佐する地上配置の飛行長であったが、両名とも一番機に登場して、攻撃に向かい戦死した。高尾空は一度高尾に帰還したが、9月には、高精省方面での作戦に従事する。28日には、 雲南省の航空学校飛行場爆撃を命じられ、三原は立航球機を指揮して攻撃に向かった。この攻撃は校庭 2480km で立候の後続性能の限界に近く、さらに敵上把握が不十分な状態であった。三原は戦闘機の迎撃で一機、部下斜めを失ったが爆撃に成功。この攻撃に対し死が方面艦隊司令長官。 大川小四郎は感情を授与している。三原陸交隊はその後も連日の出撃を続け、有毛果館と評された三原は、被害農地とと共に、海軍陸上攻撃機体の名指揮官として、知られるようになっていく。1939年には、イリサ・シュミアラと共に、高三級禁止勲章に助せられた。当時の三原は、海軍隊員であり、この階級で三級の認定を受けるのは、 稀なことであった。同年11月、海軍詳細進級。1940年1月、十五空飛行長。翌年4月、第23航空戦隊参謀9月、横空飛行長を歴任。三原は功績を認められたことで、ドイツ空軍の視察を命じられていたが、独祖海戦により中止となっている。予空では、被害とともに、立港隊の要望、 新兵器の実験研究にあたり、同職在職中に太平洋戦争海戦を迎えた。1942年10月、705空飛行長に補いされる。この補食は同期生の遠藤谷氏少佐が健康を損ねたことによる交代であった。12月には被害が701空飛行長に補いされ、三原、被害の二人がラバウル方面立候部隊を率いることとなった。 この二人の着任は部隊の士気を高めたという。705空時代に登場した一式立候美原は、所在航空隊の戦力を消耗した状態、昼間来撃の被害の大きさ、古参登場員の減少などから、新登場員教育を別途行わせ、敵艦船攻撃では、艦列の端から攻撃する方法を考えていた。11月5日のガダルカナル飛行場攻撃。 翌年1月6日のポートモレスビー攻撃、1月17日のラビ東飛行場攻撃で指揮官を務め、1月23日には3個、中隊18機を率い敵艦船や艦雷撃に向かった。しかし時期卒した第1中隊と第2中隊は敵を発見できず、第3中隊は命中を得られなかった。1月29日、 レンネル島沖に輸送船団と護衛の戦艦、巡洋艦部隊の発見が報じられ、701空から被害少佐が、705空から中村智夫少佐を指揮官として攻撃隊が編成された。この敵艦部隊は、ラバウル撤退作戦を日本軍のガダルカナル島への増援と解釈した、米軍が部隊の増強を図って編成したものである。海軍航空部隊は、 魚雷2本の命中によって、アメリカ海軍従順、シカゴを大破させたが、被害は戦死した。被害の戦死に際し、三原はその死を報ずる伝文を目前と見ていたという。翌日には751空が、従順、シカゴに魚雷を4本命中させ撃沈している。2月1日、再び、レンネル島付近で、敵艦隊の発見が報じられ、三原は13機を引いて、 攻撃に向かった。しかし天候が悪化し、敵を発見することはできず引き返す。この際、705空司令は機関命令を出したが、第11航空艦隊から司令長官名で、極力敵を捜索、攻撃せよとの命が下る。三原は再度攻撃に向かったが、やはり敵艦隊を発見することはできなかった。現場指揮官の判断に対し異なる命令が下った。ことで、 三原は自身の鋼鉄を申し出ている。この出来事は三原を奮撃させるものであり、日記に戦争は指揮官の遊戯ならずと記されている。翌日的艦隊発見が報じられ、三原はラバウルブナカラウ飛行場から立航14機で白母攻撃に向かったが、再び悪天候に妨げられ引き返す。三原は雲上飛行を選択し、基地付近にたどり着いたが、 ここも悪天候に見舞われていた。三原木は、後続機と接触し墜落。三原は戦死した。三原について、大西滝次郎は、正直者は、戦争に強いなぁと信頼を語っていた。竹を割ったようなと評せられる性格であったが、ミッドウェイ海戦敗北後に軍令部へ出頭する、源田稔の身なりを整えさせ、人に会わないよう東京に送り出す気遣いを示した。 その最後について、旗タ久彦は、胸中の無念さすべきものがあったとしている。永久に高海軍少尉三原元一補職の件、土曜爆撃業の、大一人者に行った少佐を思う三原大尉の熱烈なる、主記難賞の空に散った主君の子大林少佐、昭和17年10月昭和18年3月705空飛行機体戦闘行動長所。 昭和17年10月昭和18年3月705空飛行機体戦闘行動長所、ありがとうございます。